んにちは。オクロック熊本歌劇団地域おこし協力隊の久保田理央です。同じく姫野美咲です。この番組は私たちオクロック熊本歌劇団のメンバーが高森町のいろいろなところにお邪魔していろんなことを体験しよう、やってみちゃおうという番組です。今日は昭和区の皆さんが行っている清掃活動に参加します。よし、すごい、頑張ろう。戦力になりますように。頑張ります。あ、すごい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お話ししてもらった。そう、ご一緒させてもらいました。お世話になりました。なんか楽しそう。めっちゃ楽しかった。お手伝いさせてください。すごい。この辺、この辺とかでいいですかね。おお。じゃあ私反対側の腕やっとこうかな。なんかあれですね、フランキーゾーンの腕を掃除する日が来たなんて。すごい。よいしょ。綺麗になってます。いやいや。すごい、めっちゃ名誉ある。いやだってさ、ワンピース好きな人でさ、私フランキー像に触りましたって、掃除しましたってドヤ顔ができます。これ本当ですよ。私実家の父親がワンピースファンだから絶対羨ましがる。いや本当。もうすごい自慢です今日。あ、ずっと持っていただいちゃってる。すいません。フランキーゾーンの喜びを。いいな、こんながっしりとしたふくらはぎになりたい。がっしりです。最近がっしりとしたふくらはぎはあるよ。がっしりとした。ふくらはぎだけね。こんなシックスパックが欲しい。はい。今日は老人クラブ昭和会の皆さんとご一緒にフランキーゾーンのお掃除をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。毎月第2月曜日に朝9時からこちらの高森駅周辺のお掃除をしていただいております。今はですね、駅の工事をしているのでこのフランキー像のお掃除に力を入れているそうです。はい、皆さんも、フランキー像もしお掃除されたい方いらっしゃると思います。その時は昭和会の皆さんと朝から、お掃除をして皆さんで気持ちよく朝を迎えましょう。皆さんぜひお待ちしてます。BBC.